はい、皆さんこんにちは。今日は小野のね、ひまわりの丘公園ですね。ネモフィラが咲いてますね。この前から何が咲いてるのかなと思ったら、植えてはんのかなと思ったら、やっぱりネモフィラやったよね。チューリップもね、チューリップも多分向こう行ったら咲いてると思うんですよ。なんで一本だけ咲いてるのかな、これ。ネモフィラのところ。球根が残っとったかな。はい。綺麗ですね。あれは何や、赤いのはツツジかな。ね。よし。はい。で、向こう側もね、ネモフィラの畑ありますんでね。で、パンジーかデイジーかちょっとわかりませんけどね。あれなんやろな。今頃咲いてるピンクの花言うて、桃かさ、桜かな。いろんな花さすがやね。咲き出してきたね。あの黄色くぶら下がって咲いてるのだよ。まあ子供の遊び場でね、いろいろありますから。これね、ツツジかな。なんかツツジの一種やね、これ。あ、なんか書いてあるわ。ちょっと待ってよ。クルメツツジ、クルメツツジって書いてあるな。スノーフレークかな、あれ。白いのも見えるね。わ、すごいわ。この辺ツツジ畑じゃないですか。向こう側にね、ネモフィラとこ一緒に写したら写すきれいかもしれない。あのピンクのやつなんやろな、ほんま。あれ草くらいのかな、私ちょっとあれ見ようか。ちょっと今見どころよ、大きいありますね、ここ。子供さんと来たらちょうどいいわ。花も見たりし、子供は遊べるし、ちょっとそれだけ見ておきましょうか。アーモンドって書いてあるね。これアーモンドらしいわね。え、あれもアーモンドって書いてある。珍しい木やな。珍しいも見れてよかった。覚えとこな、桜みたいに、パッと見桜みたいに見えるけど。はい、ちょっと黄色いなんかと、それと向こうのネモフィラ見に行きましょうか。よし。まあ向こうもツツジいっぱいや。ちょっと一部クリスマスローズなんかも咲いてるな、あそこ。これはハギとか。いけるかよ。ちょっと。道なき道行ったら怒られるかな。はい、向こうは黄色い木とネモフィラやね。ちょっとそこから行けるか。うわ、これだな、ね。あ、いいんだね。ジューンベリーって書いてあるね。ベリーって、なんかあるみたいな。ブルーベリーみたいな。ちょっとここ行って怒られるかな。はい、ちょっと向こうに回ってみます。はい、ちょっと戻ってきましてね。チューリップだけ落ちておくか。で、黄色い木が何なのか。ね。で、まあ、それはよろしよう。ちょっとネモフィラだけちょっともうちょっと近寄ってみましょうかね。ああいうベンチに座って見ることできるみたいだからね。映ってますか、ちゃんと。自信ないな。ピンボケのような気がするんだけど。
とねガラスが曇って分かれ、はい、まあそんな感じでね、向こう側にもツツジあるしね、すごいね。よし、この辺から一枚写して、子供の遊び場とネモフィラね。はい、まあそんな感じですね。はい、ネモフィラの隙間にチューリップがところどころ咲いてる。でもまだ桜の花も咲いてますよね。あれしだれ桜今満開じゃないですか、あれね。こっちが花壇チューリップ前やってんじゃないかな、今年はあのかな、うん、あちょっと見当たれへんな、うん、まあよろしいわ。はい、まあそんな感じでした。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。